はい、皆さんこんにちは、レク専任講師の岩崎慎吾です。ここでは、合格力を身につける方法を暴論として希修者入試についてお話をします。未修者入試についても、まあ、若干、触れることもあるかという程度のことだと思ってもらいたいのですね。約15分前後くらいお話をしようかと思っております。では早速テーマですが、はい、まあ、ここに暴論というふうに書いてあるんですね。まあ大したことじゃないけど、ことのついでにみたいな時にですね、まあ暴論という言い方をしたりします。判決理由中の文章を読んでおりますとですね、ちなみにとかですね、そうなると、あ、これはもう本件としては大した問題じゃないんだけどもですね、関連するからついでにって感じかなというような形で暴論暴論と言ったりするんだけどもね。で、まあ希修者入試じゃなくて未修者入試についても若干触れることになろうと思います。で、まあスライド3つ、それは筆記試験対策と適正試験対策と面接試験対策について触れるということです。で、適正試験と面接っていうのはですね、これは希修者でも未修者でも変わらないわけですけども、筆記試験は希修者と未修者で大いに異なるわけで、まあ、未修者の場合には一般論文という形になるわけですね。はい。で、未修者入試のためにかなりのエネルギーを使うということは、まあ普通必要もないし、また多くの人はしないわけでありましてですね、まあ他学部の方で非常に忙しい、実験実験実験、学部の進学それだけでも大変だとかね、あるいは社会人で仕事は非常に忙しいとかですね、そういった形で未就者として入学していこうという人なんかの場合が、まあ普通考えられるよねってことですね。はい。あくまでも的はですね、希修者入試に絞ってお話をしますよということになります。はい、では早速一つ目のスライドです。まず筆記試験対策についてということであります。上位校の希修者入試を必勝目標にする人、すなわち新生希修者になろうと頑張る人ね、そういう人はですね、これはまあ他のですね、勉強法なんかについての勉強法ガイダンスであったりとか、あるいは計画の立て方ガイダンスであったりとか、そういったもので詳しく参照してもらいたいんですけども、やはり予備試験合格目標ですね。予備試験合格目標の合格目標の学習をすべきであろうということであります。予備試験というのはですね、高度な希修者制というものをですね、国家が認定してくれるわけであります。それが予備試験の法律7科目担当知識重視、それから論文、まあ、推理判断文章力重視という、そういった筆記試験なんですね。だからそれを主な目標として掲げて頑張っていればね、上位校の希修者入試ってものはですね、これはまあ楽々クリアするんですね。そういったことであります。はい。それに対しまして、ともかく希修者入試目標者という方がいらっしゃると思うわけで、まあそのような上位校で希修者入試で合格を勝ち取るほどの、まあ今現在の力として自信もないし、しかし思い立ったのが遅いしとかですね、でまた今からなんとなく考えていて時間もあるけれども、まだ今のうちはですね、クラブ活動とかですね、サークル、あるいはさまざまな社会貢献活動、そういったもので学生生活はもっとより充実したいというような形でとかね、そうするとですね、まあともかく希修者入試目標、未修者だとなかなかしんどいってことは情報としてはなんとなく分かってる。だからともかく希修者入試と。で、あわよくば上位校。こんな雰囲気ね。いいですね。はい。その人はですね、まず希修者入試さえすればいいかってことをですね、希修者入学しさえすればいいかってことをね、これはやはりよく見直すべきだろうと思うんですよ。
で、まあ、法務省のホームページにね、資格という項目のところがあってね、資格試験という項目があって、そこをクリックして、司法試験という項目をクリックして、で、試験結果、司法試験実施の結果という項目をクリックするのね。そうすると、まあ、近いところの平成28年度、27年度、26年度とかですね、高順、降りていく順、高順で項目が上がってるわけ。で、28年度は今私が収録しているとき、まだ合格発表しておりませんので、27年度クリックするわけですよ。そうすると、あの法科大学院別の合格者数とかですね、まあ、そういったものがバッとこう上がってくるわけですね。で、まあ、国のやる資料の公開ということ、そういうことでありますのでね、あまりえぐいことはしないわけで、合格のパーセントとかさ、そういった統計資料は作ってないんですね。だけど、まあ、エクセル表に入力してですね、計算させればいっぺんに出るわけですよ。で、そういったものをよく見てですね、その寄修者入学しさえすればね、まあ、平均でも 20% は進学合格するんだしとかね、そういうふうな気持ちで本当にいいのかということですね。それよく見るといい。まあ、ちなみに平成28年度もそうでしょうというのはどういうことかというと、もう募集停止している、あるいは募集停止を発表した、そういったところもですね、その修了資格で受験する人はまだいるわけですから、統計上は上がってきます。だから全部で70何校確か上がってくると思います。まあ、しかしですね、その3分の1ぐらいはもうすでにですね、来年度以降は、募集はしませんよ、新規募集しないとになっているところなんで、そういったものも数字から弾いていったりするとね、そうすると、まあ、とにかく寄修者入学審査すればいいっていう考え方が、そもそもちょっと先行き甘いんじゃないかなというふうに考えるべきだと私は思ってんの。ね。だからまずそのことを考え直すべきだろうということであります。で、その上でですね、とにかく寄修者入学審査すればっていうことがあまり良いことではないと。いうことに、今言った資料なんかも見て、分かってくれればですね、志望校の綿密な検討ね、これをすべきだろうと思うんですよ。つまりどういうことかというとですね、先ほど話しましたように、この、まあ、上位校寄修者入試必勝目標でないっていうことはですね、そこまで今がっつきたくないと。もっとサークル活動、あるいは社会貢献活動、いろいろしたいしねと、あるいは受験勉強じゃなくて学問というものもしたいと非常に興味を持つようになったと。指導教官が非常に、こう学問的な態度として魅力的なんでね、非常に興味を持ったとかね、学問したい、サークル活動したい、社会貢献したいとかですね、そういうことからですね、がつかない、今はがつかない、ガツガツやらない、これがですね、とにかく必勝という目標は立ててないっていう人の大方の心情だと思うんですよね。だけども、入学してみれば、はたと振り返ると、おっと、この入学した法科大学の寄修者そんなに合格率高くないぞとかね、周り見てもですね、図書館を利用している先輩はですね、3回失敗したとか、なんかそんな人が多いぞとかですね、そういう感じになってくるとですね、やはり非常に不安になってくるわけだし、まあ、周りにですね、まあ、1、2回失敗したぐらいで合格する人が多いと、初めて合格が多く、また1、2回失敗でもどんどん受かっていくと、そういう人が図書館で勉強しているっていうような環境とね、やっぱり随分違ってくるわけですよ。だからといって、今ここ2、3年のですね、自分の長い人生の中での青年期の過ごし方について考え方を変えるつもりはないと。ということであるならばですね、今の自分の法学の力というもの、
そういったものと照らし合わせてですね、この志望校ならばいいとこ行けそうな法科大学院だし、しかも受験科目から言っても自分がここさ補強すればということになるなってなことをですね、よく志望校選びにはちゃんと時間を割いた方がいいだろうと。いくらサークル社会貢献学問忙しくてもね、それだけはちゃんとやってた方がいいだろうということなんですよ。その上でね、まあ、予備校の入門講座の弱点科目の科目別受講とかですね、そういうものはすべきだろうし、まあいくらなんでも答案全然書かないで引っかかる、もうとにかくなんとかってことは、これはちょっとやっぱり自立上無理ですから、最低限ですね、予備校の当連の受講ね、これはすべきだろうと。法科大学向けの当連というものと予備試験向けの当連というのは大体共通で行っているっていう場合が多いと思います。吸収者性を試すのが中心だっていう点では共通だから、まあそういうことなのでですね、この当連を受講するということ、これやっぱりいいかな、何でも最低限筆記試験対策としてやっとかないといかんのじゃないのかなということになると思うわけね。はい。で、あくまでも中心はですね、吸収者につい入試について触れたんですけども、まあ一般入試、一般、未就者入試、その場合には筆記は一般論文になりますからね。だからこれはまあ一般論文対策っていうのは、結局は日頃からですね、新聞紙面とかそういったものに興味を持ってとかね、そういうことに結局なっていくわけであって、まあそういったことをやっていけばいいんじゃないのとしか言いようがないだろうと思うんですね。あと学力を見ようとすると、あとは適性試験とですね、それから志望理由書や履歴なんかについて、そして成績証明書とかそういうのになるじゃないですか。だから、まあ学部成績があんまり悪いとですね、やっぱり勉強に対する姿勢を疑いたくなっちゃうんだね。だから学部がどうであれですね、自分の学部における成績ってものをちゃんと保つという勉強ね、やっとくと、そういうことになるとしか言いようがないでしょうね。はい。それでは、まあ、吸収者でも未吸収者でも共通の適性試験というものについてということでありますね。これはね、適性試験というものについて、あまり似たような問題というものを解いた経験がないという人は多かろうと思うんです。公務員試験のですね、水滴推理とかですね、そういったものの中が若干ちょっと似てるかなというところはあるんです。すなわち知識じゃないんですね。でその場で考えてですね、そしてあるいは親問題文によってですね、考え方のルールを学読み読解してね、そのルールを早速小問題で使ってみせるとかですね、そういう雰囲気のものなんですね。はい。だからこれやっぱ過去問でまず実感しないとまずいと思います。で日頃から、大学入試までも含めてですね、ただ覚えるというんじゃなくてですね、なるほどな感を持ちながら勉強してきたっていう人ね、そういう人は別にどうってことないと思う場合が多いです。でその場合には対策いらないですね。で得点ができないし、何が何だかよくわからないと。今私が言った言葉でまとめると、私が言った言葉になるんだけども、どうもなんかどうすれば取れるのか全然、どうも新聞幹部だとよくわからないと、なんだこれはクイズみたいじゃないかぐらいの感想しか持てないというね、そういう場合ですね。この場合にはやはり対策必要ですね。で対策としては2通りありましてね、一つはまあ真面目にちゃんと戦おうよねという対策ね、これがあろうかと思うんですよ。一つはね、もう一つは逃げちゃえっていう対策ですね。これがあるんですね。はい。まあ戦いに勝つってことはですね、常に突っ込んでれば玉砕するだけだっていう場面も出てくるわけですから、場合によっては傷を負わないようにちゃんと逃げてくるというのも必要なんでね。で戦闘っていうのはですね、これは試験イコール知識だっていう先入観をまず捨てなきゃいけないでしょうね。対策必要だと実感した人はもうそのこれじゃいけないなっていう感じは持ってるだろうと思います。であと予備校の適性試験の対策講座を受講したり、模試を受けたりとかいうことになろうかと思いますね。で逃避するっていう場合にはですね、適性試験の点数が低くても合格できるような大学を狙うってことですね。今法科大学選びっていうのは大学入試のですね、学歴偏重に非常に似てるところがあってね、
大学入試の時に東大、京大、それから早稲田、慶応、それから何 G マーチとか学習院、明治、立教、青山、R、立教、中央、法政とか、なんかそういういろんなのがあるんじゃないですか。ね。で、それと同じような感じがあるわけですよ。だから、その、法科大学の名前見てさ、で、大学入試における上位校だなとかね、下位校だなとかさ、そういうことをちょっとこう考えてね。まあ、法律の世界で非常に例外になるのが中央大学でしょうね。これは今言ったマーチっていう方からするとマーチの C になるわけだけれども、中小試験の世界では昔からもう非常にトップ校なわけなんでね、これはもうその大学の遠隔、それから、私的なサークルの力の入れ具合、先輩のボランティアの力の入れ具合、そういったものが伝統的にあるからね。まあそんなことがあるんで、その辺はちょっとこう意識変える、中央はもう上位校に位置づけるということになりますけどもね。そうじゃないところを見てですね、そのあまり力が高くなさそうなところっていうのは、やはり適正試験の点数が低くても合格するっていう人が多いです。いわゆる頭の良し悪しっていうよりは、頭の回転の良し悪し、それと適正試験の得点の関係っていうのはちょっと相関関係あるんですよ。日本で頭がいいっていうとですね、記憶がいいっていうのとイコールになる場合が入試の傾向回転あるんだね。で、頭がいいってことを回転がいいっていうかな、察しがいいっていうか回転が速いとか、そういうことで表現すれば、その頭の良さとですね、それから適正試験の点数の高さってものはある程度相関関係がありますよということは言っておきましょう。はい。で、そんなことを考えながらですね、ちゃんとしっかりと自覚的に逃げちゃうってやつですね。最後に書いておきましたが、これは最後に点点点がつくわけですけれどもね、そのうちですね、成績表提出必須ではなくなるかもしれません。まだ決まってませんけどね、適正試験というのはいかがなものかってことは議論の最中になってますね、制度を考えにあたってね。はい、まあそんなことも一つ最後に触れておきましょう。はい、続いて面接試験対策ですね。で、まあ面接というものの経験が全くない人もいると思います、人生の流れの中でね。で、ありますよと、小学校受験とかね、それちょっと違いすぎるねですね、小学校受験の面接ではですね、要するにお行儀の良さとかさ、素直さとかさ、そういうものを見てますからね。はい、なら、小学入試は別にしてですね、面接の経験がないという人もいるかもしれません。そういう人は対策必要ですね。面接経験があるんだけども、別にどうってことない感で終わってる場合と、どうも面接は苦手だなと、ついつい下向いて黙っちゃうとかね、あるいは考えてるうちに相手が苛立ってきて質問が変わっちゃうとかね、なんかどうも面接は苦手だなとかね、そういう人は対策が必要でしょうねっていうふうに思うわけ。しかしその対策といえばですね、これはもう体験記等を読み漁ってですね、どういう心構えで臨むのかとかね、それから前日までにどんなことを準備しておいて頭の中で反芻するのかとかですね、それから身近なものに模擬面接してもらったりするとですね、まあそこで黙っちゃうとこっちどうしようもなくなっちゃうんだけどなとかさ、そういうですね、その面接官と答える自分との呼吸感、呼吸の具合、そういったものがですね、なんとなく分かってくるでしょうということによってってしかないわね。あとは真摯な態度で臨むことです。なんか自分をよく見せようとかですね、そういった見栄とか、そういったものは捨ててね、嘘つかずにね、正直に温厚で勉強したいんだということをですね、心を込めてですね、答えていけばね、これはまあ、ひどい点はつかないだろうということになりますね。面接だったのは大体落とすための試験ですから、まあそう思ってくればいいかなということだと思いますね。はい。まあ、最終目標の司法試験ということから考えますとですね、法科大学院入学ってものは、まあ必勝目標として掲げるようなものには現在ではもうなくなっちゃってるんでね、予備試験がありますから。だから、まあ、タイトルも暴論という形にしましたけれどもね、やはりさまざまな自分の生活環境、あるいは自分の青年期の過ごし方に対する人生観、そういったものによってですね、
予備試験最終目標としてですね、予備試験を必勝体制でガツガツ頑張るということはしたくないという人もいらっしゃるでしょうから、今回の話を参考にしてください。はい、それでは終わります。どうもお疲れ様でした。